坂戸ド・太郎は昭和初期の歌舞伎役者、映画俳優。屋号は山和屋。縄文は三津王。替え門は花勝美。本名は本間健太郎。時代劇映画の二枚目スターとして大人気を得た。東京市神楽連雀町に生まれた。父は十三代目森高にいよいよ、母は町内の藤見湯の娘だった。数え五つの時七代目、沢村総重郎に弟子入りし、 8歳の時、おじ7代目、坂東光五郎の門へ移った。1922年、帝国劇場で沢村健太郎として初舞台を踏み、1924年から坂東光太郎を名乗った。1930年、6代目、小野江菊五郎の日本俳優学校を卒業。この頃、4代目、片岡加藤が座長を務める新宿第一劇場の 青年歌舞伎に参加した。1931年、20歳の時、松竹下鴨撮影所専属の映画俳優に展示、翌年、世直し大名人でデビューした。以後、林長次郎や高田光吉と共に、下鴨のサンバガラスと呼ばれ、多くの時代劇映画に出演した。溝野口健治監督の下で、田中絹代と共演した、何和女は、名作と言われる。この頃、 同じ下も鴨撮影所の女優、飯塚敏子と結婚し、二代目、坂東吉也と坂東矢十郎を設けている。1941年には、報告劇団坂東高太郎一座を結成して、日本移動演劇連盟に加盟、各地を異門巡業した。戦後は、1948年に大英京都撮影所に入社し、1955年には日活へ、 1958年には新東宝、1960年には東映へと相次いで移籍した。1962年9月、八代目坂東三つ五郎の襲名披露工業を契機に歌舞伎に戻る。その工場の舞台では、17代目中村勘三郎からのケンちゃんと呼びかけに、ハいイと受けて笑わせた。勘三郎は少年期、母親が関係した。 連邪町の寄せ、白梅亭に入り浸って、町内の高太郎と古馴染みだった。以後、座風呂一座他の舞台で、仇役や不家役として活躍した。1981年11月28日に死去する。70歳だった。ありがとうございます。